はい、はい、こちらが一般のタオルですねこちらもこう吸っていくんですけどね、うん、はいこちらの方にも 1200cc の一度ね水をかけてみたいと思いますよ。まあ、はいやっぱり吸いきれないのが前へ前へとこぼれていきますこういうことなんですよね、うんうん、そういうことなんですタオルにそこまで角がきたいって私 <laughs> 今までしてなかったんです。<laughs> そうですねはい,こういう風でちょっと 今かけましたじゃあ、ね、同じように、はい、同じように<え>スーパープレミアム、はい、エアーカオルスーパープレミアムにこ<ー>れも 1200cc なんですね。 これが触れたそばから水分をタオルが石を持ってるかのように吸ってててくれ私これもね本当自分で実験しながらよく吸うなってのでだって今食てるお水の量って 1200mlCC これだけの量を同じ量ですで同じサイズのタオルがこんなでね糸に秘密があって魔法の糸と言われる理由をというのは糸に隙間があるんですえに 隙間があるって分かりにくいでしょこれ一般の糸は隙間がないのでなかなか中へ水が入ろうとしませんじゃあこのスーパーエアーカウルスーパープレミアムに使われている糸はどうかというと。 こうなんですね。これが髪の毛だと思ってください。うもうあのね頭皮に触れたねこの水分をどん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 糸の方から、うんはい、糸の中に空洞があるような空気の層があるようなイメージで、はいはい、そこに水分をキャッチしていくんですよね。そうなんですね。これ実は特許技術で、ね、普通の糸ってこうして綿が寄ってあって隙間がないんです。えー、でここにお湯に溶ける糸を合わせて反対側に倍のより、うん、これが特許技術なんですよ。おうおうでただこれをこの糸を、うん 今度はですねパイルに織り込むこれ難しい技術でおぼろタオルさん苦労されました、えーうん、そしてこれをお湯につけるとお湯に溶けるだけなくなるんです<う>じゃあ面だけ残りますよ、うん、見ててください反対側に回転しますす膨らむんですよ この膨らみが吸水性で隙間があるから乾燥時間も早いそしてしっかりよりが入っているので毛羽落ちも少ない、はあ、いいですねこれがあるからこそ水分に触れた時にあの空洞がよっしゃーみたいな感じで水分をキャッチしてこういう内野柄の滝みたいな現象が起こるんです,なん,です、ね、なんか難しい名前ついてましたよねこれはこれはこれ毛細管現象内野柄の滝と言いますけども毛細管現象です、ね、<laughs> あのタオルの中の空洞に水分が入り込んでこれだけキャッチして、はい、なのでこのタオル 頭のね、んんねやっぱり水分が残ってこぼせていただきましょう、うん、ょ頭に <laughs> でもやっぱり吸ってないんですね,ですね時間をちょっと有利に与えてもそうそう普通のタオルまに、ねえー、こうやって水を入れて、まあ、順番順番にこれ吸っていってこれ今ご覧いただいた普通のタオルがこれぐらいの吸水量に対して、うんあのまあ、もちろんタオルですから吸います。うん でもねちょっとねやっぱりねすごいんですよものが全然一作りでね、タオルと言ってほしくないぐらいなんかこれ特別なんだ別の名前を与えたいですよねイヤーカウルに関してはすごいだから頭に巻いておくだけまあゴシゴシもちろんあの吹いても柔らかいですから吸うでしょう。これがこんな瞬時に 水分を見つけたらあっっといいう間に吸い取ってくれるので頭にゴシゴシした時にも朝野さん頭皮に水分が残ると私は風邪とかね去年はちょっとねあのインフルエンザとかにもなっちゃったのであのドライヤーって大事なんだな渋々かけようと思ってましたけどあの何も体調のことだけじゃなくて衛生面とかね残すすことなんです<ー>今残ってますねはい、はい、これが今エアーカウル使うと吸い取りますよと、うんはい、あそこにちょっとでも残るとあそこに菌が寄ってくる、えー、いやー恐ろしいそうすするともののごくあの、ま もうこのダメージじゃだよ。うん、これ良くない。これ良くないから、だから一生懸命ドライヤーかける。<ー>でもドラ